政権与党を倒しませんか。一緒に勇気を出して一歩踏み込んでお願いします。一緒に令和新選組とともに政権与党を倒しませんか。お願いします。ありがとうございます。今日はね、もう時間が来ましたので、終わりたいと思いますが、今与党ひどいですよね。金と票の問題も不正資金の問題もセクハラの問題もパワハラの問題ももう法務副大臣が公職選挙法違反ですよ。財務副大臣が税金納税してなかったっていう話です。こんなふざけた政権があっていいんでしょうか。皆さんこれ倒さなきゃいけない。そしてこれだけ国民が苦しんでるのに増税ばかりをやる、増税メガネ岸田総理は絶対にもう引きずり下ろすし、こんな腐敗した、自民党公明党の政権はしっかりここで転換をし反転をさせて、私たちが本当に誰でもが生きててよかった、みんなが幸せになれる社会を令和新選組は目指しています。そのためにはまずは、国民生活を救って、ここしっかり生活を底上げして経済を再生させる、そして、みんなが生きてるだけで価値あると思える社会、作っていきたいと思いますので、ぜひ皆さん力を合わせていきましょう。今日は本当にありがとうございました。令和新選組、共同代表衆議院議員の櫛渕万里と、福島市議会議員の中尾文人さん、そして多くの、ボランティアの、仲間の皆さんにも、支えられ、今日は、街頭活動をさせていただきました。八王子でまた皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。